はい、こんにちは。そしたらね、大門さんの方やっていきたいと思います。で、大門さんは、まあ、4と合わせて2次関数の問題が、まあ、バラバラ出てくるわけですね。で、最初に言っておきますが、2次関数は頂点です。頂点勝負ね、頂点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 なんで、やっていきますね。まず大門1の、あ、大門さんの括弧1は平行移動に関する問題ですね。平行移動に関する問題っていうのは、まあ、パラパラ出ますね。なんでしっかりと、把握しておいてほしいんですけど、実はね、まあ、もっともっと言っていいぐらい簡単な部類ですね、2次関数の中では。で、このね、関数のグラフっていうのはこのマイナス x2 乗ってちょっとシンプルなやつをどのように平行移動したものか、つまりこいつを平行移動してこいつに、なったと。でその時にどんな平行移動したか、つまり右にどんくらい行って上にどんくらい行ったか、まあ、下かもしれないし左かもしれないんだけど、どういうふうに平行移動しましたかっていう話ですね。はい、ですがこれ一瞬で解けるんですよね。さっき言ったように頂点に注目ですね。頂点を求めます。頂点は、はい、これ見たら頂点は符号ね、ここの符号を変えたものとこれそのままね、マイナス3だから3ね、こう符号を変えましょう。ここの符号を変えたのとここそのままで頂点が求めますね。なぜかって言ったらこれ平方完成形ですからね。平方完成されてる形、まあ何かの2乗プラス数字っていう形になっていることを平方完成されていると言います。平方完成ね、平方完成されていると言いますね。ですので平方完成されていると頂点はパッと分かると、今みたいに符号を変えたのとそうでない、ね、じゃあ今度こっち頂点どうなるかっていうと、ね、これも分かると思いますが00です、原点です。はい、まあ、イメージ的に言うと、こいつね、こいつってもうこんな関数です、こんな感じです、ね、こんな関数ですよね。つまり原点頂点の上凸ですね。もちろん2次の係数は負ですから両方とも上凸の関数ですね。だからこんな感じイメージね。で頂点00なんだけど、じゃあこっちはと言われたら頂点37って言ってますから、頂点37ってことは黄色黄色ね、3いて7上がってこれたからもうこの辺なんじゃないですかね。めっちゃ上の方に行って、まあ、ちょっと細かいことを言い出すとあれなんですけど、イメージはこんな感じの2次関数に行くわけです。で重要なのはこの座標が3で7だということが重要ですね。つまり右に3行って上に7行ったのがこっちのグラフだと。つまりこいつを右に3、上に7移動させるとこうなるということが今分かったわけです。でこれね、問題から選ぶと1番ですね。つまり右にっていうのが x 軸方向に3だけ、上にっていうのが y 軸方向に7ですから、答えはここに合致するものとして1番を選びます。はい、いいですね。 OK。 はい、じゃあ次2番いきましょう。で2番はこれ、グラフから式決定っていう問題ですね。グラフから式決定の問題をやっていくとよくなるんですけど、グラフ化式決定の問題っていうのはこれも頂点でされます。まず頂点が点 1-1 で、0、1を通るグラフですね。二次関数のグラフ、まあこれ与えられてるんですけど、まあグラフどうでもいいです。グラフ書かなくてもいいですね。これ書かな、グラフいらないですね。ヒントで、まあヒントにもなってないね。でこれどれかと言ってるんですね。こんな二次関数どれか、4択ですね。で今ですね、これが頂点って言ってるんですよね。頂点って言った時点で、さっきのお話から言うと関数の形がほとんど決まるんですよ。どういうことかっていうと、 y イコール、まあ、ちょっとこれなんでかっていうのは後で話しますが、 x-1 の2乗を -1 とこういうふうに書けます。 OK。 でなぜかっていうと、例えばこんな関数ね、今 a はなんか分かんない数字ですけど、こんな関数があったら頂点は 1-1 ですよね。っていうの分かりますよね。さっきの考えたりしてですね、ここの符号を変えたのとそのままですから 1-1 になるということですね。なんで頂点が分かったらここまで書けるわけです。でもこの A って何なのっていうと、 A はなんか数字が、なんか分かんないけど数字が入りますね。さっきだったら、マイナスとかついたね、なんか数字が入る可能性があるんだけど、これはですね、この A っていうのは細さを表す数です。細さと、まあ、凹凸ですね。凹凸を表す、凹凸を支配する係数なんですけども、具体的にはこの A の数字が、まあ、具体的に絶対値ですね、 A の絶対値が大きいと2次関数はシュッと細くなって、で絶対値がちっちゃいとこうボーンってペラーってなるんですね。そういう風な細さを定義してるんですけど、つまり2次関数っていうのは頂点と細さで決まるんですよ。細さで頂点と細さね、細さで決まるわけなんですね。でこれに注目すると、今
焦点が分かってるんですね。であとは細さが分かんないので、細さをね、なんか意味分かんないけど、とりあえず A と置いてここで書いちゃうわけですね。で書いて、さらに条件がもう一個あって、どんな条件があるかっていうと、これ点01を通るという条件がありますから、これを使って A をバチッと定めていこうと。バチッと定まってしまえば、それを元に申し代入したら得るべき式がもらえるということですね。なんでこの式がこの01を通るってことを実現していきたいんだけどね、これはね、作業としては代入作業します。はい、これちょっと考えてほしいね。ある二次関数がある点を通るっていうのはどういう事実を表しているかっていうと、関数の上にね、例えばなんだろう、まあ、こんな関数があった時に、この上に点があるところですね。そうですね、ある関数がある点を通るって言ってるのは、関数の上にこれが点が乗ってるってことなんですけど、これはどういう事実を表しているかっていうと、つまり x イコール0 y イコール1っていうのをこれを表しているわけですね、この座標は。っていうxy のペアをここに代入しても成り立ちますよってことを言ってます。ね、これは、二次方程式の時の話と結構似ていて、ある二次方程式が x がなんちゃらって解を持つっていう事実は、その x がなんちゃらを二次方程式に代入しても成立しますよって言ってます。で、これは結構似ていて、ある二次関数がある点を通るってことは、その座標を代入しても成り立つってことを言ってるんですね。で、これを了解した上で、あと代入作業をすると、じゃこの式に y イコール1 x イコール0を代入すると、どんな式が入れるかというと、1、ね、y イコール1イコール a 倍の x は0ですから、0-1の2乗マイナス1とこうなりますね。はい、 OK、 OK ですか。はい、であとこれ計算するんですけど、1イコール a 倍のマイナス1の2乗で1ですから、 a-1 となりますから、結果は a イコール2とこうなりますね。はい、OK。 だから、E はじゃねえ、まだね、 A が 2って分かったら、ここに代入して元に戻してあげて、結果的には Y イコール A が2だから、2倍の x-1の2乗マイナス1とこうなって、これに合致する選択肢を選んでもらって、答えは4番でしたということが分かります。 OK。 はい、いいですかね。そしたら、最後ね、カッコさんいきましょう。でカッコさんはね、なんかもう1行ね、二次関数の頂点を求めようって問題ですので、サクッてやってるんですが、これが意外とサクッていけないんですね。一緒にやっていきましょう。二次関数 y イコール x2乗プラス 8x、 はい、でこのグラフの頂点の座標を求める。で頂点の座標っていうのは、はい、平方完成が必要です。これ前回全然さっき言ったね、平方完成が必要なんで、これね、何かの2乗プラス何かっていう風になってませんよね。ただ単純に、もうここに 8x っていう x が出てきちゃってるね。目指すべきは何かの2乗プラス定数項って形です。でそういう平方完成形に持っていきたいんですけど、どういう風にやるかっていうとですね、はい、まあすごい天下り的なね、天下り的なことをしてもいいんだけど、するとこんなことを気づきますかと。 x2乗プラス 8x プラス 16マイナス16、 これいいですよね。だってプラス16マイナス16って0ですから、0を足してもいいですよね。これ以降になるとします。でよく考えると、ここが因数分解できて x プラス4の2乗とここにかけると、でマイナス16、あ、平方関数できましたね、終了なんですよね。 OK。 もうこれ結論してしまえば何ともないんですけど、この結果から頂点はね、平方完成してれば頂点っていうのは一発でも止まって、符号を変えてそのままですから、マイナス4マイナス16とここも止まります。はい、なので上おかきですね、おかきみたいな感じ。はい、いいですか。はい、で、まあ、問題はね、この平方完成どうやってするかってことが問題なんだけど、平方完成ね、仕方いろいろありますが、今回の場合はね、この16を足し引いたっていうのはこれとても重要なのね。でこれはどういう作業を行ってるかっていうと、これね、8を2で割りますね。8を2で割ってその2乗を足して引くんですね。この作業が必要です。見てみ、分かりますか。だから x2 乗プラス 8x っていうのを x2 乗をプラス2倍の 4x だと思うとね。でここのこの時に2倍の 4x に4の2乗を足して4の2乗を引くという作業をすると、ここが x プラス4の2乗の展開式になってますからね。っていうふうに無理やり2乗を作ると、2乗を無理やり作るっていうのが平方完成のコツですね。はい、ちょっと怪しい人は、
ゼロから始める購入数学の第2回のところ見てください。平方完成について詳しくやってますから、そこで確認しましょう。はい。なんで、ダイモンさんも、こんなもんですかね。はい。まあ、そんな、特に問題はないかなと思いますね。で、続けて、ダイモン読んで、二次関数の問題をやっていきましょう。じゃあ、お疲れ様でした。